どうもお疲れ様です今回もシートに対して添削をしていこうかと思いますけどもねえっ、ー、とこれ15分足なんですよで1時間でトレードする場合は15分をあんまり見すぎない方がいいかなと思いますどちらかというと1時間でトレードする人は4時間を見た方がいいのかなと思いますよねその中でも15分を見るその必要に迫られる時っていうのがあるんですよ、まあ、それはですね1時間の寝動きが本当に少なくって小さな動きでも捉えていきたいなっていう時は 15分足で確認すすることがありますねで5分足とか1分足を見るときってさらに動きが少ないときなんですよほんの小さな動きをタイルにして1時間の仮説を立てていくときにちょっとだけ見ることがありますその中で今回ね15分の中で、えー、とレジサボラインをいくつか書いてくれてますでそのレジサボラインについてちょっとお話ししていこうと思うんですけどもえっ、ー、とね、えー、このセルバイって ってて書いてある黒い線の意味が今一つ分からないんですけども、これはですね、135円、あそうそうそう、分かりました、135円を下回ったら、まあ、倍に入れていくポジションを取ったらいいよってこと、それからこの上では、セルってポジションを取ったらいいよっていうのが、ここまでの動きで分かったってことなんですよね。 えそういった、あの、レジサポラインを使った、あの、レンジオプションのことをお話していたと思いますね。えそのことですよね。はい。それはまず確認できました。それから、レジサポラインの赤いところなんですけども、15分足で赤いところを描いてくれてますね。えっと、まず挟めるのが、まあ、例えばこれとこれで行った時なんですけども、これね、レンジインレンジの典型的な姿だと思います。これを破って下の方に行ったら、あの、寝動きがね、下の方に動くようになったら、セルで、 入れていけば134円台に値、まあ、動きが移動してね、含み益を取ることができるから、今度は適当なところで決済して、今度は倍に舵を切りましょうということになりますね。それからレジサプライの今の上の方でいくと、これが上の方に行ったらね、もちろん135円の305で、天井に当たるところも考えられるんですけども、ここを抜けたらブレイクアウトで倍でさらにエントリーを放り込んでいくっていうところですね。まあ、そののためのあの補足的な レジサッラインが今引いてるここということにも取られますし下のラインがここって書いてるのはねえー、おそらくですよこれはね別になくてもいいかなと思うんですけどもあえて入れるとしたらそうですねここの水色のボックスがありますよってことなんですよねただこれね水色のボックスを捉えるよりも実はねこういう三角形を意識した方がいいかなと思うんですよでこっから私からの補足になってきますけどもねこの三角形ですね あのなんとかトライアングルってあるんでしょあれの形に似てきたなっていうふうに考えた方がいいですじゃあこの飛び出したやつは何なのかってことになりますけどもあのアセンディングトライアングルの中でもこうやってね飛び地みたいなのができたりするんですよでもあえてそれを無視して三角形を作る方向がありますんでこの三角形を見ることによって上に抜きやすい形なんだろうなっていうふうにアセンディングトライアングルは上に抜けるポテンシャルを持ってますからね、まあ、そういったのをちょっと軽く意識することですよね軽くですよ本当に うん、というのが飛び地ができてることも軽く意識しないといけないというところの一つの、えーまあ、ヒントになるんですけどねそれからねこの水色の箱の中でも下に行ってもね上に強く引き戻される可能性が強いよっていうのがまさにこの一本の陰線によってあ陽線ですね陽線によって形づくられてますねだから下に行っても上に行きやすいんですよね、うん、だから急速にこれ上の方に戻ってるでしょ ま、笛、え、笛じゃない,いや、髭が上の方に出てるからね、ちょっと、その意味が弱められてるところありますけどね。だから、なんとかトライアングルに見えるところが一つ。これがだから上に強いってこと。それから、この大きなあ、上髭とはいえね、陽線ができてることが上に行きやすいよってい要因のもう一つになってます。それからやっぱり上昇の、ね、勢いがね、こうやって二つ見ても強いところが感じられますよね。だからこういうのも込みでも、上に向かいやすい、 えー、レンジが今できていてその中でも、えー、このねレジタブラインをあれレジタブラインをちょっとミスリ,リーディーがくてすいません作ってるところとかねそれからこういうふうなレンジを作ってるところまさに今値動きのメッカが上の方に傾い偏ってるわけなんですよこっちの方の値動きがないでしょ今ねこれをもって私はねああちょっと今日中にでも上に抜けそうだなと思ってるわけなんですよどどんどん,どん,どん偏りが あのレンジをね上半身と下半身に分けた時に上半身に偏ってきてるんですよねでそれまでってのはレンジの中でも上と下まあ結構ギョギョくバランスが来てるっていうかどっちかっていうと下に重いような感じになってましたよねそれがだんだん上の方に移行してきて今に至るってことなんで多分今日中にでもね上に抜けるブレークがあるんじゃないかなっていうふうに見るんですようんまあ15分を超えて見るとね改めてそう思いますねはいということでね今日の戦術基本的には レンジオプションなんですけども、上に抜けてもおかしくないよねっていうふうな、まあ、そんなね、えー、考えを頭の隅に置きながら続けていこうかと思います。はい、ご提出ありがとうございました。